浦島荘は、里芋家天南小族の出婚性の多年層。南国浦島荘のアッシュアリザエマサンベールギー浦島、大橋井、ジェイムラタとする説もある。家女の様子地下に変球形の球形を形成し、周囲に小玉をつけることが多い。葉は、通常1枚で、聖火部では11から17枚の小葉を取り足状に。 つけるが、未小のような小型個体では3枚から5枚の小葉をつける。症用は、先が鋭く尖る、狂乱形か長大円型で通常暗緑色であるが、稀に遺伝的な不入りや、いわゆる銀用シルバーリーフ個体が見られる。葉の存在する期間は、春から秋にかけてであるが、条件によっては、夏の早い時期に落葉してしまうことがある。 ニックボカジョは葉の下につき大型の仏縁法に包まれる。仏縁法は小紫色、緑紫色、緑色などで変異があり、内面には白状がある。後辺部はやや開けでする。玄部は甲卵形で先が尖り、開花の進展とともに垂れ下がる。ニックボカジョの先端の付属体は釣り糸状に長く伸長し、これが和名の起源とされている。 肉母花女を形成する多数の花には、花弁がなく、尾花はお寿司辺の実、雌花は椎の実で形成されている。天南小族の植物は、性転換をすることが知られており、本種でも同様である。比較的小型の古代では、優勢となり、仏縁法内部の肉母花女に、尾花群を形成し、大型の古代では、姿勢となり、肉母花女には、 メバナ群を形成する性質がある。つまり、種子由来の若い個体や小玉由来の小型の個体は優勢となり、より大型の個体は姿勢に転換していくこととなる。本種は日本の本州、四国を中心に北海道と九州の一部に分布する宿根性の多年層で、関東では4月下旬から5月上旬にかけて開花する。大院生が強く乾燥を嫌うため、 明るい林園からやや暗い臨中などに自生が認められるが、日照量が不足する条件下では、開花困難か優生個体ばかりとなりやすく、逆に適度な日照量条件下では、無正期、有性期、非正期の全てが見られることとなる。尾花から雌花への花粉の受粉は、キノコバの仲間による中媒によって行われる。優性の無前法の開口部から侵入した木のコバエは、 お花群から出された花粉を身にまとい、仏縁法下部にある隙間から脱出することができるが、姿勢の仏縁法では、キノコバエが脱出できる隙間がなく、開口部から侵入したキノコバエは、メ花群をうろつく間に、10個させられ、最後は脱出できずに死んでしまう。この現象は、開花周期の姿勢の仏縁法を切り裂いて、観察することができる。受粉に成功し、 結実可能な条件が揃った個体では、秋にかけて果実を成熟させていく。結実したメバナ群は、多数の果実をトウモロコシ状につけており、当初は緑色であるが秋に成熟すると種赤色に変わる。各果実中には例、数個の種子が形成される。成熟した果実は鳥により採食されることが知られているが、 採食されずにその場で倒伏して散布されることも多い。未成熟の果実は有毒の臭酸化合物等を含有するが成熟すると甘くなる。種子は直径3から6ミリメートルの球形で粉質。乾燥に極めて弱く乾燥化では発芽率が急激に低下する。発芽率は高いが上肺軸休眠する性質がある。 自然条件下で秋に散布された種子は、陶器の低温期経過後に地下に小球系のみを、形成し地上部を形成しないが、夏季の高温期及び、陶器の低温期を経て2年目の春に3から5商用の本場を展開する。ありがとうございます。